ハーチャマこと赤いハートです。今日のハーチャマクッキングは、いちご飴作り。まずはフライパンに飴をのせます。それだけ。あとは溶けるまで待ちましょう。待ってる間は暇なので、トングと戯れるかハーチャマクッキングを見るのをおすすめします。飴が溶けたらいちごと飴を混ぜ合わせましょう。いちご焦がすとか見たことないですけど、焦げないように注意してくださいね。わー、素敵。いい焦げ具合だわ。うわ、汚な。これがオレンジアーズの飴だったとは思えないほどの色ですね。早速実食タイム。もぐもぐ。わあ、おいしい。ちゃまちゃま。これがアイドルの作るいちご飴。あらまあ、リベンジで第2弾も作ったみたいです。まさか第2弾なら上手に作れるとでも思ったんですかね。残念ながら前回同様真っ黒。鼻をすすりながら食べる姿にはアイドルの面影が1ミリも感じられません。これぞアイドルの裏の姿ということなのでしょうか。次回のハーチャマクッキングもお楽しみに。野菜パンケーキ作り。材料は野菜と粉。まずは粉に水を足しましょう。そしてふるー。うわ、フライパンに出来上がった粉水をぶっかけましょう。やっぱりパンケーキといえば野菜は欠かせないよね。みんなも野菜入れるよね。え、入れないの？盛り付けも完成したので、焼けるまでちょっと待ちましょう。ふくふくに膨らんできました。大成功ですね。まあパンケーキで失敗するような人は料理向いてないんで、一生料理するなって感じなんですけど。わお、いい焦げ具合ですね。ではお皿に盛り付けていきます。すごい美味しそう。焦げ目から漂う爽やかな香りがまるでお花畑にいるみたい。これはまるで奇跡のハーモニー。メープルシロップをかければ、このゴミみたいな見た目もなんだか映えますよね。これで美味しそうな野菜パンケーキの出来上がり。美味しく召し上がれ。次回のハーチャマクッキングもお楽しみに。チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。ハーチャマちゃまー。ハーチャマこと赤いハートです。今日のハーチャマクッキングはパンケーキ作りリベンジ。今回は可愛い赤色にするために食紅を入れましょう。ハーチャマクッキング。しばらく焼くと何の変哲もないパンケーキの出来上がりです。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。またしてもダークマターを作り出してしまったハーチャマ。見た目は悪くても美味しいというのが売りのハーチャマクッキングだが、やはり見た目がグロすぎて YouTube 君にバンされてしまうのは本末転倒。いい加減非加減を覚える日は来るのかハーチャマ。次回のハーチャマクッキングもお楽しみに。チャンネル登録 Twitter のフォローしてね。ハーチャマちゃまー。ハーチャマこと赤いハートです。今日の2分クッキングは美味しい餃子作り。まずはフライパンを用意して餃子を置くと見せかけてオリーブオイルを適当に注ぎましょう。オリーブオイルとか料理の基礎なんでね、忘れるとかない。お次に餃子を入れます。これ餃子ちゃんと形作ったんだけどね、動画の尺的にカットしてるだけだからね。ちゃんと作ったんだよ、本当に。そしたら火をつけましょう。あとは待つ。そしたら大体完成ですね。ただ餃子を焼くだけだとハーチャマの持ち味が活かせないので、いつもやってるアレンジをしていきます。餃子を焼くときに水を入れるといいって書いてあって、でもコップで水入れるとすごい跳ねてやけどの危険性があるので、フライパンごと水道のところに持っていって水を入れましょう。いや、音もね、いい感じなのよね、これが。何分かおきに蓋を開けて中の餃子をしっかりとチェックしていきましょう。なんだこれ。さあやってま参りました。餃子焼き選手権、冷凍餃子中から焼くか外から焼くか、熱い戦いになってますね。おーっと、はーちゃんは蓋を開けたようだ。すかさず焦げ具合を確認する。えぐいえぐい、これはえぐすぎる。なんという焦げ具合でしょうか。過去1、綺麗に焼けたと言っても過言ではありません。ここで1年前に作った餃子と見比べてみましょう。おぞましいほどの黒さですね。かつてはこんなに黒かった餃子が今ではこんなになって、ハー様の成長が感じられますね。私たちは餃子を通して人間の可能性について深く学んだ。人は成長する、そして歩み続ける。それでは次のクッキングもお楽しみに。はーちゃまじゃまー、はーちゃまこと赤いハートです。今日のはーちゃまクッキングはメントスコーラ焼き。まずはメントスをコーラにつけましょう。そしたら焼く。いい焦げ具合になってきました。隅々までしっかりと焼いてくださいね。メントスコーラの化学反応かただの沸騰かわからなくなるぐらいになったら、さらにコーラを足しましょう。じわ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 。嘘だろはーちゃま、マジかよはーちゃま、何やってんだよはーちゃま。これが噂のメントスコーラ焼肉。こんなことしたら炎上しちゃうよ。牛肉くんごめんなさい。ただでさえ料理が下手すぎて炎上しかけてるのに、いい加減にしろよメスガキ。はあ、充実したネット生活ももう終わりだ。メントスコーラ焼肉女とか言って小学生や JK からもバカにされて生き恥をさらしてくんだよ。オタクから囲われる姫生活も今日で終わり。あばよはーちゃま。食べてるだと意外と美味しいのかこれ。日頃の主食がショートケーキやパフェのようなアイドルもこれを食べれる。そう、つまりメントスコーラ焼肉イコールパフェ。証明完了。これは流行る。みんなも挑戦してみてね。次回のはーちゃまクッキングもお楽しみに。チャンネル登録と Twitter のフォローしてね。はーちゃまじゃまー、はーちゃまこと赤いハートです。今日のはーちゃまクッキングはトマトうどんはーちゃま盛り。まずははーちゃまの好きな具材を盛り付けます。そして麺と一緒に茹でる。トマトを切る。じゅわわわわわわ。何分か茹でると具材が増えます。はちゃま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 。茹で終わったら盛り付けましょう。麺、餃子、ブロッコリー、糸こんにゃく、エピ、牛肉、豆腐をふんだんに使ったパスタの完成。あとはソースをかけるだけ。ミートソースは豆乳とビャ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 ボボボボボボー。レンジで焼く。お皿からあふれんばかりのミートソース。先ほどまで盛り付けられていた具材たちの面影はひとたまりもありません。一口、そしてもう一口、噛みしめるたびにあふれ出すミートソースの風味。主張が激しすぎる。はーちゃまは今日も料理を通して成長したのだった。次回のはーちゃまクッキングもお楽しみに。チャンネル登録、Twitter のフォローしてね。